最初は10月15日からつくば市などで開催される第17回世界古書会議の話題です。古書会議では世界中から集まった研究者や行政担当者などが水環境の問題を話し合います。そこで ACCS は間もなく始まるこの会議に向けて、霞ヶ浦などの水環境保全に取り組む施設、霞ヶ浦環境科学センターを取材しました。日本の湖では琵琶湖に次ぐ面積を持つ霞ヶ浦。湖の風景は人を癒してくれます。湖では遊覧船に乗ったり魚を釣ったりと様々なレジャーを楽しめます。まもなく世界中の古書関係者がつくば市に集まり、第17回世界古書会議が始まります。この会議は1984年滋賀県で開かれた世界古書環境会議を受け継ぎ、おおむね2年に1度世界各国で開かれています。茨城県でも1995年に開催されました。霞ヶ浦の湖畔、土浦市沖宿町の霞ヶ浦環境科学センターは今から13年前に設立されました。霞ヶ浦をはじめ茨城県の水環境の調査や保全に取り組んでいるこの施設は世界古書会議と深く関わっています。1995年に第6回世界古書会議をつくばと土浦で開催いたしました。その最後に宣言というものを出すんですが、その中でこういった施設を作るべきだということが提唱されまして、で10年経った2005年にこの施設が出来上がりました。内容なんですが、4つの機能を持つということになっております。一つは調査研究ということで、霞ヶ浦を含めて茨城県の水環境あるいは大気に関してどんな状態にあるのか、汚れている場合にはそれが 何が原因なのかということを調べたりしております。また改善に向けてどんなことをしていったら良い環境になっていくかを調べております。2つ目は環境学習ということで、子どもたちとか、大人の場合もあるんですが、年間1万人ぐらいの方がここに見えて、霞ヶ浦のどんな生物がいるのか、あるいは汚れの原因は何であるのかということをここで実際に手を動かしたり、見ていただいて感じてもらうということです。3つ目に市民活動との連携支援ということがございます。世の中にいろんな環境 の NPO 団体等ございまして、その方々の、わずかですが経済的な支援をしたり、あるいはここにボランティアで来ていただいている方がございまして、その方々と一緒に勉強していくというようなことを行っています。またいろんな活動をされる時の機器等を貸し出しするというようなことも行っております。4つ目が情報交流ということで、ここでやっている活動をホームページあるいは冊子あるいは SNS を通してご紹介する。それから2階に交流広場でございまして、いろんな霞ヶ浦あるいは水環境に関するいろんな情報をですね置いておりまして、それを使っていただくというような、それが4番目でございます。センターの機能、環境学習の一つが古城体験スクールで、年間300回以上も開かれています。霞ヶ浦を回る遊覧船で水質調査などの体験学習をします。一つにはやはりこの13年間ここでやってまいりまして、どんな活動がやはり住民の方と一緒に環境の浄化に寄与できているのかというようなことを途上国の方々も見えるので、そういう方にお示しすることによって、住民と一緒にですね環境を良くしていく活動を、世界の皆さんに発信していくということが一つあると思います。
それからもう一つ、今回は生態系サービスというのが大きな言葉になっておりまして、それをどのように、まあ、測っていくのか、いろんな方々に分かりやすくお伝えするっていうことで、まあ、研究者の方はそういう部分で努力をしております。湖は美しい景観やレジャーなど人々に喜びを与えます。また飲料水、工業用水、魚などの食料といった人が生きるのに欠かせないエネルギーを与えてくれます。このような自然の恵みを生態系が人間に与える利益と考え、生態系サービスと呼び、さまざまな方法でサービスの価値が評価されます。やっぱり水というのは身近なものですから、まあどんなところにある水がどのような格好で自分たちの手元に来て、それをどのような格好で排出して、それが回っていくと、霞ヶ浦の場合には自分たちが出した水がまた溜まってですね、それをもう一回汲み上げて利用している、非常に特殊な格好の水利用をしていると思います。まあ、そういう形で水を利用しながら最近では特に大きな問題もなく、そういうことをやれてるってことは世界に誇ってもいいことかなと思っております。我々のやってることをですね、ぜひ特に水に困っている地域の人たちにちゃんとお知らせすることによって、まあ、こういうやり方によってもちゃんと生態系と一緒になってですね、いい環境を作り続けていくことができる可能性があるということを世界に示すとともに、もっと頑張ってですね、よくできる方向は何なのかということを一緒に考えたいと思ってますので、ぜひ会場に来ていただいて一緒に議論に加わっていただけないかなと思います。第17回世界湖沼会議茨城霞ヶ浦2018は10月15日月曜日から筑波国際会議場をメイン会場にして開催されます。